1993年カンボジア国民議会選挙は、カンボジアの新しい憲法を制定する、憲法制定議会を構成する議員を選出するため、1993年5月23日から、同月5月28日の期間に投票が行われた選挙である。1991年9月、4波間で調印されたパリ和平協定に基づいて行われた選挙で、 1992年2月の国際連合安全保障理事会で採択した決議745項に基づいて設置された国連カンボジア暫定統治機構の主導で実施された。選挙をボイコットしたポルポト派による武力妨害が懸念され、アンタックの厳重な警戒の下で行われた選挙の結果、独立、中立、平和、協力のカンボジアのための民族統一戦線が大、 一党となり、続いて、カンボジア人民党が第二党となった。パリ和兵協定の付属書一理説と付属書三と、1992年8月12日に発行したアンタック選挙法に基づいて実施された。いかに選挙制度などの詳細について列挙する。選挙法では、政党について、公認する候補者を憲法制定議会に当選させることを目的。 または活動とする、あるいはそのことを目的、または活動の一部とする組織であると規定していた。憲法制定議会選挙に候補者を擁立するためにアンタックに登録を行った政党は22を呼んだ。ここでは最終的に議会選挙で議席を得た政党について紹介する。ベトナムの後押しを受けて1979年に発足したヘンサムリン政権の勢力が主体。 シアヌークの息子であるラナリットが党首を務める王道派。孫三元首相が結成した政党。フンシンペックの分派選挙をボイコットしたポルポト派によるとされるアンタックの施設や要員への襲撃事件も相次いで発生した。アンタック要員で襲撃などで死亡したのは11名にも達した。また、アンタック要員ではないが、 選挙監視スタッフとして派遣された国連ボランティアの中田敦人も4月に殺害された。5月23日から28日の6日間に渡って行われた投票は一部地域で投票所がポルポト派に襲撃されるなどの小規模な事件がいくつかあったものの全国的に見た場合ほぼ平凡かつ順調に行われた。また投票率は89.04%と アンタックの予想を上回る結果となり、国民の選挙に対する関心の高さを示す結果となった。出典、西平茂激編、資料最近の選挙結果、選挙研究の9、1994、128ページ選挙戦は、事実上、分身ペックと人民党による一騎打ちの様相となった。そして選挙の結果、シアヌークの意向を、 最大限に利用した分身ペックが都市部を中心に支持を伸ばして第一党となり勝利した。一方人民党はプノンペン政権時代に築いた地方組織を利用して支持を集め分身ペックと互角の戦いを演じたが経済不振や汚職、根強い国民の半ベトナム感情が影響して第二党に止まった。出典、表にカンボジア政権議会選挙最終結果。 日本選挙学会年報、選挙研究能級、1994、75ページ。CPP、人民党、ファン、フンシンペック、BLDP、仏教自由民主党。ヨダヒロシ、カンボジア憲法制定議会選挙マイナス1993年5月実施。表2、カンボジア政権議会選挙最終結果、選挙研究9、75ページ。 前景書72ページ上段、ノーランへ通る P70 直接の資料出所は、アンタック発表、読売新聞、ユニオンインターパーレメンタイヤ。ありがとうございます。